大谷翔平の米メジャーリーグでの活躍が、スポーツファンや税法の専門家の間で注目を集めている。彼のドジャースとの契約が、州の税収にどのような影響を与えるのか、そして議員がどのような対応を取ろうとしているのか、今回の新法案の提出を探る。大谷翔平は、驚異的な投資としても打者としても活躍し、ドジャースと10年契約を結んだ。 その契約額は総額7億ドルに上り97%にあたる6億8,000万ドルが契約終了後に支払われる後払い契約となっている彼の年俸は200万ドルでありこれによって彼は連邦税法の下で特別な取扱いを受ける可能性があるこの後払い契約がカリフォルニア州の税収にどのような影響を与えるのかその規模はかなり大きい。 推定される税収減額は約9000万ドル、約138億円に上るとされている。これは州の予算やプログラムにとって重要な金額であり、議員たちが対応を迫られている理由でもある。カリフォルニア州の議員たちはこの状況に深刻な懸念を抱き、対応策を模索している。議員助手、レイカーは新たな法案を提出し、 後払い報酬に妥当な上限を設けることを求めている。彼は連邦税法の下での大谷の契約外としない税収減を指摘し、州のプログラムのためにこの収入が活用されるべきだと主張している。この新法案はマリア、講演州長官の指示を受け、州上院での議論と採決の流れに進む見通しである。議員たちは州の財政の安定性を確保するために、 この問題に積極的に取り組んでいる。そして、大谷の契約による税収減を防ぐための具体的な対策を打ち出すことが期待される。大谷翔平のドジャースとの後払い契約が、カリフォルニア州の税収に大きな影響を与える可能性があることが明らかになった。議員たちはこの問題に真剣に取り組み、新たな法案を提出して対応を模索している。 今後の展開に注目が集まる中州の財政の安定性を保つための取り組みが求められている。